はい、皆様こんにちは、シュッピです。 J リーグウイニングイレブンタクティクス、早速続きをプレイしていきたいと思います。さあ、今回はナビスコカップ第2節、柏レイソル戦です。レイソルのスタメンはご覧のようになっています。レイソルは各サイドに寄ったりせずにバランスよく攻めるスタイルですね。各選手のプレイスタイルも特に指定がなしになっているので、バランスよく攻めてくるイメージがあると思います。ディフェンダーサツカワのみフットのマンマークが指定されてますが、特にバランス崩すほどのようなものではないですね。うちの戦術は特に変更が大きくあるわけではないんですけれども、沢登りとトゥットをウィングからセンターフォワードに変更して、それからプレイスタイルをポストプレイにしています。さあ、前半のキックオフです。試合が始まりました。はい、今日は柏レイソルも能力の高い選手揃ってますよね。玉田とかもすごいですよね。平山なんかはこの頃日本代表だったんじゃないですかね。行く、まあ明神とかね、いい選手本当に揃ってますよね。はい、左へパスを通します。さあ、その玉田ですね、ボールを持たせます。しっかり潰していきたいところ、おっとっと打ってきた。これはキーパー真正面、よくしのいだ。5分でしっかりマークつけてるんですけど、左サイドに送った、シュートまで行かれてましたね。スライディングクリア。さあ、登さんがボール持って、ああ何今のトラップミス。沢登り縦に出します。さあ、ケイスケ落として、ダメ。そう、スケイスケ中に2枚。何気によく見たら登さんキープレイヤーついたまんまですね。ちょっと設定直すの忘れてました。10分過ぎました。ゆっくり回る、スペースへパスを出す。まあカットされた。だって登さんキープレイヤーにしていてもそんな大きな問題があるわけではないんですけど。ズバッと打った。おう、ズバッと打った。さあ、しっかり跳ね返して、岡山の、ああ登さん拾える。ああ無理か。ああ倒しちゃった。じゃあ設定元に戻しておきましょう。はいと、はい、改めて近藤縦に出します。ここでカット。近藤も若手なのになかなか能力高くていい選手ですよね。リガルジー前、玉田。さあ、しっかり当たっていいぞ。前、トゥット味方を探す。サイドを駆け上がり、市川はもうちょっとフォローしてほしかったかな。リガルジン相手の縦に出します。玉田審判流します。しっかり当たって、しっかりつないで、市川前に送って、まあね、速攻にならなくてもね、トゥットサイド、どんどん攻撃参加してくる形なんで。速攻、中に2枚、ヘディングシュート。おう、そこから狙ったか。ちょっとイージーすぎたか。こうやってね、相手のゴールキックもしっかり跳ね返して、あとはしっかり拾えればいいんですけどね。ボールを持たせています。相手の出方を伺う。前半25分、中澤前方へ、太田。さあ、ケイスケ、味方に流した方が良かったと思うんだけど。これはコーナーで、まあコーナー取りましたね。続きます。さあ、上りさん、いけ。おお、マジか、ケイスケ。今これ決まると思わなかったの。マジか、すげえすげえ。この高さ見たか。これついてるディフェンダーが無力に感じる。私たち凡人にできないことを平然とやってのける。そこにしびれる、憧れる。これがケイスケですよね。強烈なスライディングタックル、激しい奪い合い。今のはどうでしょうか。いや、マジで
リガルジーン。ナビスコカップの第2戦ではあるんですけど、しないと第1戦のね、ああ変なところでファールやっちゃったよ。ここは集中どころでしょう。うい、怖い。シュートは外れました。まあね、第1戦もケイスケしっかり1点取ってるんで、あ、うまいこと得点を狙えそうな感じがしますよね。清水、スペースを与えません。チャンスを作らせないと、ここで右へ。イエイ、しっかり奪った。森岡、縦に出します。コース空いてますよ。太田、まあ、ギリギリ、じっくりとパスマ。相手もミスしてんじゃないか。伊藤、あのちょっと走って、縦に縦に走って、ちょっと仕掛けます。さあ抜けた。まあまあ今結局繋がったからいいかな。太田、キーパーの正面です。前方にクリア。前半35分をすでに過ぎました。よし、しっかり潰そう。森岡、左へパスを通します。前方へ。コース空いてますよ。おう、ん、ファールじゃないのでしょうか。サントス立て潰して、平山、うん、岡山いいところにしっかり立ってますね、いつも。太田、裏を打てます。打て、打て、よし。前半終了まであと5分。右へ回す。フレッシュ、前へ。岡山、前へ。さあケイスケ、下に流した方が良かったんじゃないか。まあトゥットに流してもいいぞ。伊藤、左にボールが出る。上り3、出して、打てる。あ、しかしこれはずれてたか、敵に当たったのかな。ロスタイムに入りました。リンソン、無理すんな。おい、おい、玉田がフリーでボール持った。ちょいちょい、素早くプレスを。怖い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 。プレッシャーを与えた。うーい、岡山、もうもう、ビンソン何やってんの今の。もうもうスタメン剥奪よ。リガルジーン、打たせ、あー、打たせる、打たせる、怖い怖い。クリア、ここで笛です。いやー、危なかったな。うぅ、命拾いした。さあ、特に戦術の変更はないので、そのまま後半戦行きたいと思います。リードを守りきれるんでしょうか。よく振り回します。前に送って、玉田怖いな、さっきから。マークにつかない。ゆっくりとボールを回します。ジュシェ、ジュシェはそんなに怖くないですね。キーパー取り出してクリア。頭でつなぐ。さあ、当たろう当たろう。チェックに行く。うわー、なんか怖いな。守り切った。右へ、中澤、前方へ。前にの、あ、上りさんマークつかれてるね。これチャンスですよ。センターに戻します。激しい奪い合い。これはいけない。今度前にボールを送る。止めた。よし、しっかりつないで。ちょっとパス弱いかな。上りさん無理に仕掛けなくても大丈夫だけど、うん、どう展開するのか。ああ、そういえばうちの中澤くんにとってはレイソルはフリスですね。後半10分経過。パス、下平、前へ。さあ、なんか中盤完全に支配されてますよね。うわー、うん、これはキャッチ。サントス、前。ちょっとボール持たれすぎだな。フリーマは、そうそうそう、ゆっくりでいい。ボールは中央へ。うーん、しかしそのパスミスは。渡辺、前に送って、当たれ。激しいタックル。後半15分、もう一回当たれ。相手の出方を、ちょっとあの一人カバー入ってよ、一人カバー入ってよ。と打ってきた。もう、もう何やってんだよ。うん、岡山、ティンソン、前方へ。清水、ゆっくりとボールを回します。パッと前方へ。ファールを、ね、あ、倒されたけども、ファールでしょ。ちょっと位置川空いてるよ。ちょっと位置川空いてるって。っと、もうほら遅いよ。後半20分経過しました。お、伊藤いいところに。これが上げて、いいボール。あー、上りさん、これはもったいな
もったいないね。今のダイビングヘッドじゃなかった感じだね。ダイレクトボレーとかの方が良かったんじゃないかな。岡山前沢登りどうするのか。ロブさん一旦預けてもいいと思うよ。お、強引に行くか、上げて、おー、敵に当たった。崩せない、当たらなかったらあるいはって感じだったね。しかしカット玉田後半25分。よし、一人当たって、一人当たって、よし、いいぞ。右ヒンソン縦に出します。左へパスを通します。左へパスを通します。上りさん上がって、上がって、上りさん。サントス怒涛のようなドリブル。あ、サントスそのまま行けるんだね。スピード折り返す、ゲッス、ああ、さすがにちょっと高すぎたか。下平なかなかボール切れないですね。選手交代したいんですけど。平山試合時間は75分が過ぎました。そうだ、ガツガツいっていいぞ。相手の出方を伺う。よし、中澤前、上りさん上がって、伊藤前、明神早いからな。上りさん一体、あー、体入れられた。あー、うまく奪われましたね。頭でつなぐ糸、お、縦の、しかしインターセプト、渡辺前方にフィット、あっとこれは寄せないと。後半35分をすでに過ぎました。ファールはありません。今のは足に行ったような感じもしたんですけど。前に送って沢登り、上さんダッシュダッシュダッシュ、巧みなボールコントロール。明神前方、まあ本来ね、あのトップ下が得意としている上りさんをサイドでね、ウィングの使い方をするのはどうかっていう感じではあるんですけどね。まあ最初の方でもね、あのチャプター1の方でも話したんですけども、上りさんは連携が高いんでね、あのしっかりクロスを上げてくれるんですよ。連携の悪い選手がサイドにいるよりはね、しっかり連携のいい上りさんがサイドにいてクロスを上げてくれた方が、でもチームのためにはいいんで。相手の様子を伺います。当たり、リガルジー、またもう一回当たり、レイオンです。渡辺前に出す、しっかりクリア、落として落として、頭でつなぐ、うんうん、ボールを、でもまあこのまま終わるんじゃないか。サントス、しかしカット、右へ回す、縦、ここでよし終わった。終了のホイッスル。でも結局最後までボール切れなかったですね。大変残念ですが、うん、そろそろ、まあとりあえず手堅く勝つことができましたね。まあ結構ボールも持たれてたりしてたんで、危ないシーンもありはしたんですけど、黒川マンゴーザマッチ、あ、ケイスケもしっかり 7.0 取ってますね。うんうんうん、まあよかったかな。会場の試合結果はご覧のようになっています。ナビスコカップの第2節が終了した時点ではあるんですけれども、清水エスパルスが首位ですね。特に失点がゼロっていうのがすごいですよね。リーグ戦合わせても失点してないっていうところはなかなかいいことだと思います。それにしてもガンバとレイソルは決して弱い戦力ではないんですが、かなり苦戦してる様子ですね。それに比べてトリニータはあの戦力で2位までつけてるっていうのはなかなか調子がいいんじゃないでしょうか。ナビスコカップここまで3得点のケイスケも調子いいですね。このまま得点を重ねていってほしいです。上りさんにもこのまんまアシスト重ねてほしいですね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。